です。お疲れ様です。はい、すみません、NC 正社員です。DJ 山竹でございます。はい。うん、久しぶりだな、俺これやるの。そうですね。うん、ここは、うん、レップスタジオ。うん。はい。今日は、バトルフィールド、うん、収録終わった後です。はい。はい。そっちのアジブさんもいらっしゃいます。実は。うん、はい。はい。で、効果ですね、うん。はい。というわけでですね、うん、戦国 MC バトルで、うん、オリジナルビート。そうなんだよ。はい、ずっと募集してるんですけど、はい、これの16章も矢田さんかなり使ってもらいまして、はい、また再び募集をしたいんですけど、そう、はい、本当にね、はい、最初の頃正直ね、はい、まあどうなんのかなこういう企画と思ってたんだけど、はいはい、やっぱ俺の中にこうどんどんそういうの馴染んできたし、はい、むしろちゃんとそういうのをしていきたいなっていう気持ちにもどんどんなってきて、はい、本当にね、オリジナルビートめちゃくちゃいいのがいっぱい集まってます。ありがとうございます。はい、そう、最近本当にいいよね。いいよそう、超成立してるっていうか、うんうん、これは全然、最初俺も始めたとき矢田くんにすごいいろいろ相談してて、うん、いや、ほんといけると思いますかみたいな話したんですけど、うん、いや、もっと早くやればよかったなっていう企画になってると思うし、うん、実際に、ね、なんかトラックメーカーとかビートメーカーの人も、うん、使われることで、うん、すごい喜びの声もたくさん来てるので、そう、はい、で実際そこで、はい、使われたビートの人に連絡して、はい、ビート買いたいんですけど、そうです、ああいう感じのビートを、はい、俺にちょっとね、うん、使わせてくれませんかみたいな、はいはい、仕事のオファーが行ったりしてるみたいで、はい、めちゃくちゃいいことしてますよ。めちゃくちゃいいことしてます。これは本当にいいことだと思ってて、うんうん、で実際、今回の、15章、前15章とか、うん、バトルビートで使われたものの、うん、オリジナルバトルビート集のボリューム2が、うん、ボリューム1はもう出て発売してるんですけど、ボリューム2が、うん、夏ぐらいに販売になりました。やっとようやく、なるほど、はい、でまたですね、16章でも相当オリジナルバトルビート使われたんですけど、うんうん、また こちらの方で、うん、また募集のスタートをしようかなと思って、はいはい、で気をつけなきゃいけないこととかは、うん、まずあれですよね、募集してくるときに、うん、名前、うん、年齢、はい、連絡先、はい、基本ですね。あと名前の呼び方ですね。僕らが分かんなくなっちゃう、うん、あ、そうね、そう、名前カタカナで書いてください。名前の呼び方カタカナで書いてください、うんうんうん、で、それと、なんだろうな、サンプリングのものは、うん、そうですね、そう、元ネタのサンプリングとかは YouTube で貼ってください、はい、そうですね、はい、大胆なサンプリングは基本的に、ね、基本的に NG でございます、はいはい、よろしくお願いします、はい。で、一応募集の方ですね、こちらの方またいろいろここに書いてありますので、うん、こちらの方に締め切りとか全部書いてあります。こちらの方よろしくお願いいたします、うん、はい、はい、で、実際ですね、うん、ボリューム、まあ、募集、今回募集した中で、うん、矢田さん的に良かった人とかちょっと名前を、うん、いや、ね、はい、実際ちょっと試合で使ったのとちょっとこう取っとこうかなと思って出しそびれちゃったのとか正直あるんだけど、はい、今ね、ね、はい、名前ちょっと言うとね、はい、これ使えなかったんだけど、今聞いて本当に用意はしてたんだけどね、はいはい、関中さんとか、関中さんのビート、はい、あとね、はいはい、CWCT さんとか、ね、はいはい、あと試合で使ったやつ今度なんかツイッターとかで見ようかな、はい、がすごい良かったのと、はい、あとですね、ちょっとね、 DJ イタルっていうのがいて、そうですね、ちょっとね、4つぐらい送ってきたんだけど、はい、全部良くてちょっとびっくりしましたね。これ16章のバトルでもかなり使われてます。かなり使いましたね。使われてますし、はい、柳竹さんの章は今回は DJ イタルだと。DJ イタル、そうで、はい、俺の章があるとすれば DJ イタル、はい、はい、チェックしてください。DJ イタルさんのビート、おそらく、うん、ボリューム2、ボリューム3のバトルビート集にたくさん入ってると思いますんで、うん、お楽しみにしてください。はい。で、なんかあれですかね、もう良かったやつとか YouTube にもそのまま上げた方がいいですかね。あ、ビートをね。でもそれはほらビート集で出すわけでしょ。まあ、さらに漏れたりとか、そうですね、まあ、なんかじゃあちょっともうちょっとさ、クローズアップ企画考えましょうよ、バトルフィールドでも、まあ、何でもいいんで、はい、なんかそういうの、はい、そういう会があってもいいんじゃないですか。そうですね、そういう会をぜひやりたいですね、まあ、バトル DJ とかビートメーカーとかにクローズアップする会もね、ぜひレップの方でも、はい、ほらね、理事長もね、今うなずいてる局長もね仕事しながらね、はい、すいません、すいません、はい、というわけで、募集また始めますので、はい、ちょっとバトルビートをぜひ送ってきてください、うん、じゃあ、まあそんな感じ大丈夫ですかね。そうだね、はい、とにかくでも本当に戦国の DVD とか買って名前とかチェックしてもらったら、はい、絶対ラッパーの人とかプレイヤー側の人も絶対チェックした方がいいよね。うん、そうですね、いろんな、もう今本当にいろんなタイプのビート使えるようになったし、バトルでも、うんうん、で自分がラッパーだったら、あ、こういう感じのビート頼みたいなってのは結構普通に参考になると思うよね。はい、ぜひ皆さん戦国の DVD もチェックしてください。はい、すいません、じゃあ、はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。